はい、どうも、ジュウです。ニュースバーリージュー、パート6やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド4、フローズンデイチ、進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド4のお化け屋敷からですね、ふわふわ箱の偵察ツアー、頑張っていきましょう。さあ、前回は、とりあえず隠しゴールまではクリアしたということで、今回は通常のゴールからですね。ここには何もなかった。やべえな、一応今アイス状態で来ているんですけど、待って、あー、で、ここに確か2枚目扱いであったんだよね。ここら辺に何かありますか？何もなかった。待て、 OK、 いいよ、 OK、 ここでどんぐりゲットなのはいいけど、待て、絶対下になんかあるよね。ああ、あった。だけどちょっと待って、これは難しくないですか？はい、まあとりあえずやっていくよ。俺はとりあえずあそこでまずはスーパーになることは確定してるから、はい、こう来て、はい、多分真ん中行けば OK。 これスーパーキノコしか入ってないハテナブロックはね、ニューマリオ U には多いんだよね。で、ニュールイージー U にもね、そういうのはあるんですよ。えい、で、こう来て、なるべく助走をつけてから、待って、なんでこんなとこにって書いてある人がおるの？はい、よし、いいよ、はい、で、こう来て、ムササビルイージーになってるやけどね。 OK、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 危ない。まあ、いい、早く抜けて、よし、 OK。 なにこれ、二重？なんで二重になってんの？はい、 OK。 で、ここで抜けて、よし、 OK。 こう来て、待って、絶対消える足場だと思ってた。だとしても結構高くは飛べたね。ルイージはジャンプ力が高いんで素晴らしい。ということで、まずはワード4のお化け屋敷クリアですね。いやー、よういけた。はい、これで後ろまでつながりました。そう、その前にまずはどんぐりだけは拾っておきましょうか。はい、ちょっと持ち物がいっぱいだな。豆はいらないな、確実に。まあ、どこかで手に入ればいいからね、これは。はい、じゃあ下に向かって、はい、じゃあ行きましょうか。ワールド3の、ワールド4の隠し、セイドンの下をくぐり抜けろ。セイドンの下？まあ、何この顔。え、クッパジュニアですか？待って、こういうの後ろになかったりしない？あ、なんかある。いや、ルイージかい。いや、下をくぐり抜けろって言われてもな。うわ、これ復活するタイプか。待って、今なんか見えた。これは、あ、ワンプか。あ、今なんか見えたぞ。待って、この下にあるんじゃねえのか。え、これどうすれば。あ、なんもないわ。いけ、こう来て、いけ、やべ、いけ、 OK。 ここで1枚目ゲット。待って、もう時間がない、もう時間がないから。OK、 こう来て2枚目ゲット。あ、なるほど、セイドンの下を駆け抜けろってそういうことね。あー、落ちてしまった。あー、そしてやられてしまった。うわ、なにこれ、ちょっと待って、やられるんですけど、これ普通にやっても。まあまあまあ、とりあえずやるしかねえんだよな。
で、これルイージしかいないからこれ100秒なんだよね。とりあえずこうきてファイヤー、でででででで、でこうきて、いて、あ違う、こうきて、はい、いけ、よし、オッケー、大ジャンプ、わー、待て、こうきて、はい、ここで2枚目、待て、一旦お前を倒すために、じゃあこれを投げてからいけ、オッケー、ここで3枚目ゲット、あとはゴールするだけ、いけ、起きて、ゴール、わ、これはクッパの雪だるま、わ、だとしてはちょっとうまいな。まあゲームですからね。まあだとしてはこれは結構いい感じにできてるんじゃないでしょうか。はい、これで先に進めますと、これはもうあれだね、はい、これはワード6に進むためのあれですね、コースターですね。よーし、じゃあ戻っていきましょうか。はい、こうやってなるべくこいつには当たりたくない。これ当たるの本当にあれだわ。じゃあここで駆け抜けて、じゃあ行きましょう、ワード4の城、ウェンディのドドドドッスンの城ドドドドッスンで、おお、開幕からウェンディの模様が書かれてあるね。こういう石がマジであれだから、わあ、ホテルドスが落ちていく、わあ、スピランかよ、ね、こう来て、なにここ、ね、こう来て、やべえやべえやべえ、オッケー、なんとかルイージのジャンプ力を生かして、いけ、一旦まずは待機待機待機で、こうやって、はいはい、なにこれ、いけ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 、危ねえ、まあ完全に上に上がるまではね、あれなんて、はい、こういうところ引いたりするんじゃねえのか、いや、さすがにそれはないか、いけ、あー落ちる、何この2マスは、2マスが鬼畜だよ、こんなん。待て、こういう時こそあれじゃねえのか、どんぐりじゃねえのか。じゃあここで使っておきます。まあ食べててもあれだからね。よし、じゃあ気を取り直していきます。いけ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 、とりあえずあそこにはないから、ここは全力で駆け抜けていいな。で、こう来て、はい、待って、なるべく動力を失いたくないから、いいいいいい、で、今だ、危ない、うわー、それだと意味がないね。待て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 、落ち着け、冷静になれ、で、こう来て、はい、2枚目、待て、これ拾った方がいいな、これ確実に、はい、 OK、 三段飛びが、三段飛び前提だった、これ、はい、でも三段飛びなんかちょっと変わってた、はい、いけルイージーかっけーすよー、おお、いいのはいいんだけど、待って、なんかへこんでるところがあるな、これ絶対怪しいやろ、ほら、そういうところはニューマリオシリーズあるんだってば。はい、じゃあいきますよか、まあまあまあ、ファイヤー状態ならさすがに大丈夫だと思いますけどね。はい、今回のベストボスはウェンディ、はい、じゃあ行きます、はい、もうやるからにはもう一発で勝とうぜ、はい、こうして、ここで
リンゴを作り出すんだよね。あー危ない。オッケー、ファイヤーでいい。まずは1ダメージつけた。はい、よしオッケー。こう来て、はい、逃げる。待って、氷の上だからもっと捨てるんだわ。ほら、せっかくならこうやって倒していく。オッケー、素晴らしい。見事にブタマに倒れていきました。まあまあまあ、遠隔攻撃なら怖くないからね。なんとかうまくいくことができました。はい、これで城クリアということで。あー、でもうまくいけたわこれ。はい、そしてどこかへ行ってしまうと、ドーン。はい、なんとかここクリア。はい、これで先に進めるようになりました。はい、これでフローズンナイツのスターコインが全て集まりました。よし、じゃあとりあえずワールド4のフローズン大地はクリアしたということで、じゃあ今度はワールド3のミント諸島行きましょうか。そう、実はね、ここがワールド3扱いになってるんですよね。ということで行きます。ここにブンブンがいて、でボスはラリーですね。まあボスとの連のバトルは基本的に同じなんでね。じゃあ行きましょう。ワールド3の1位、噴水カニボーだらけビーチ。噴水カニボー、どういうことだこれは。 OK、 こう来て、お、まずは1枚目。これはちょっとありがたいね。待て、一旦こいつらを懲らしめておきたい。待て、まだいますね。ちょっと必死に守られている。 OK、 こうやって倒しておけばもう俺は大丈夫よ。いけ、こう来て、危ねえな。はい、スターコインゲット。はい、こうやって泳いだら土管に入っていく。待て待て、なんかオフしないかな。はい、オーケー、ワープだ。ワープゲットするのはいいんだけど、オッケー、とりあえずこいつ倒して、あ、でも、カートにしないかな。はい。オッケー。気持ちいいけど、それは、わからんって。よう、今のいけたわ、初見で。だとしたら、俺、才能あんのかもしんないな。ということで、ゴール。ということで、ワープでゴールです。うまいね、でも。いいね。でも結構順調でクリアしている。俺がいる。はい。よーし。ちなみにね、ここが、ここデザートサークとフローズンダイチの間になるんで、これ絶対ワード3扱いなんだよね。じゃあ行きます。次、ワード3の2。潜入ウニラの住みか。わあ、確かにウニラだらけだ。お、なんかあるぞ、ここ。あ、一枚目あった。ほら。やっぱりサブエリアに入る前には絶対確認はしないと。だったらこのエリアにあるのあと2枚はあるな。もう怪しいところを調べた方がいいんだけど、あんまり早くしないと、あれだわ。もう時間がなくなる。いけ、こう来て、あ、2枚目かな、これが。いけ、やばい、早すぎる。 OK、 こういうこと。でも水中だったらルイージもあんま変わんないけどな。あ、そして3枚目を見つけました。これは一旦ウニラを倒さなければいけませんね。こう来て、いけ、待って、プクプクが大量にいるんだけど。 OK、 あんまりゲット、あとはゴールだけ。あれ、でも今回意外といけたぞ俺。あー、そしてルイージがいた。行って、あー、まあでもよかった。でも今回はそんなに難しくなかったね。
ファイヤさえ手に入れれば絶対に行けるもんばっかりだったから。いけ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 、こう来て、わーぶー。ということで、これで、ワールド4、3の2クリアですね。そう、ここワールド3ですよ。何、俺は変なこと言ってるんですか。はい。じゃあ行きましょうか。ワールド3の砦。引き締まるトゲコンボの砦。さあ行きましょうか。わあ、いきなり、うわあ、早っ。あぶねえ。で、こう来て、わあ。いいよ、こう来て。待て、ここに1枚目があった。待て。いけ。こう来て、駆け抜けるでしょ？はい。いいよ。こう抜けて、あー、うっそ。待て。もう角に行くのは。いけいけいけ。あー、ここ地震には何もない。こっちには何もがなかった。だったらもうアイテム使うしかねえのか、これは。スーパーじゃ厳しいよ、これは。じゃあもうここでアイスを使います。まあ、さっきのところ、何か穴があってもおかしくはなかったんだけどね。いけ、あんね。いけ、こう来て、いけ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 。まあ、足場はつけさせた方がいいな、これ。まずは1枚。はい、はい、はい。いけ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 。よし、オッケー。待て、焦るな。はい。いいよ。はい。こう来て、1枚目ゲット。いや、1枚目じゃない。これ2枚目だ。いけ。こう来て、おりゃー。おー、ルイージが見えた。なんだこれ。うわ、待って。あそこに3枚目。はい。あー、待って。無理なんだけど、これ。え？あれだと壊せなくないか？だったら、しょうがねえ。本当はやりたくねえけど。キノピオは今あれだと思うから、じゃあちょっとキノピコを呼び出します。こうしといて。はい、来た。まででも急がないといけないな。こう来て、こうやるんだね。待って、それは、わからんよ。普通に。はい。こう来て、はい。よし。じゃあ行きますか。せめてこれぐらいは、ルイージでやらないといけないね。じゃあ行きます。124カウント。でも、これで大きく変わんのかなぁ。はい。じゃあ行くぞ。まあ、こうやって大ジャンプするのは、あれだったらあれなんだけど。OK! うまいね。こう来て、はい。こうやって踏んで、はい、OK! まあ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 。ブンブンくらいはさすがにね、あれだったわ。ということで、これで、ワールド3の砦でクリアですね。まあこれ、3枚目のやつちょっとずるしちゃいましたけど、いいんです。クリアできれば何でもいいということで。じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。よーし、じゃあ次回ですね。じゃあ次回はワールド3のお化け屋敷からやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、それからTwitter、TikTokをフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。